きたきたきたー、一番好きなやつ、ポワーグッドグッドグッドエクセレント。クルー即決めよ。あの最初キルクール10秒だから真ん中に湧いた方がいいんだよな、絶対。早っ田中。いや、早すぎる。本当にやだ。無理だ。タイムリー。え、これ勝て。まあ、タスク詰めはどうします？なしで。あ、この1個のタスクやった人ってことですか？はい、いいんじゃないですか、なしで。なしでいきましょうか。なしで。どかたの工事のおじさんが教えてくれたと。ちなみに、ゲンさんと競争しました。はい、負けました。勝ちました。以上です。いや、実際に負けました。そうそう、あの、10秒以内にすでについてたから、はい、8秒ぐらいで多分ボタン開けてましたよね。あと2みたいな感じになってました。貨物室いたの、夏目先生。あれガタンゴトン。ガタンゴトン。新幹線。ちょっと今、銀河鉄道がここ通り過ぎたんですけど、それ置いといて。夏目先生。新幹線は白いの。白いの。はい。んあれ貨物室は夏目先生いた？夏目は白い。あれ何のあれモールス信号喧嘩か？モールス信号みたいになってる、聞こえない？貨物室いや、何の話？いや、じゃあ俺なんか誰か先に俺より行って、で、あれ、夏目先生って呼んでもいなかったから。呼んでもいなかったから。呼んでも聞こえないよ。まあまあ。いや、追いかけたんだけど、誰か分かんなかった。確か俺も何言ってるか意味わからん、ごめんね。夏目先生なんか困るって言ってたんですけど、そうそう、やだやだみたいな。なんか僕あの最初の10秒キルされやすいかなと思って、あの全員でボタンを押したんですけど、なんでやだったのかなって。諸説ある。ない。あ、ボタンのこと嫌って言ってた。そうそうそう、なんか本当やだ本当やだ。キルできなかったな。もしかしたら10秒キルになってて僕のボタンの方が早くて間に合わなかったら。いや違うんだよね。正解。違うんだよ。ラチョメじゃないの。え、ボタン一つが無駄になっちゃうから、無駄になっちゃうから。でもこれは価値のあるボタンだと、多分ゲータも同じ思ってご審査と、ゲータも多分そうですよね、価値のあるボタン。はい、宿舎、うん、宿舎前通路が、あの、1、2、3時点で走ってます。あー、LH さん、マジでありがとうございます。ナイスボタンです。ちょ、めっちゃ助かった、本当に。手のひら取れるっすね。あれ、貨物室行ったの誰だっけな。夏目じゃない。違うか。夏目じゃないよ。でも、ハゲランスのミーティングもいたから違うんだよね。そう、ゲータは絶対違う。僕はゲータ。ほら、人のことハゲランスって呼んでる。いや、自分、あ、本人が言ってるから。言ってますから、大丈夫。あー、ちょっとやってもやっぱ分かんないな。誰、夏目先生じゃないんだ。じゃあ誰だろう。まあいいや、誰でもいいや、分かんないや。やばっ、やばっ。そりゃそうでしょ、インポスターじゃん、絶対。そりゃそうでしょ、 100% インポスターだと思う。なんで投票しないの、意味わかんないよ。バレちゃったか。宿舎前通路でようやく覚えてきましたね、場所ね。キュ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 ッとしいとけば、シュんーし、停電うん、インポスター壁すり抜けれたらいいね。一番さ、このマップでインポスターで嫌なのさ、ドアを開けるときにくるくるたまんないことなんだよな。わお、わお、あーのーたーまごたまご、あたためよう。君のたまご。あ、またできないやつ。何が出る？ここは弁当見えないんだね。早くね？ああ、もう怖い、この音。トゥンさん、青、オレンジ。あら、あ、ワラフさん、初手右ですよね、ゲンさん、確か。初手、あ、すいません、私の情報だけ先に出しますね。貨物室スタートが、オラフさん、夏目さん、昨夜さん、エレジーさん、ゲンです。合ってます。で、はい、間違いなくて、オラフ君は先に行ってます。ゲンさんと自分とエレジーさんが、貨物室の扉が閉まってて、その扉の前に3人でいたっていう認識で間違いないでしょうか。もうちょっと先まで出せて、1回目の停電の後に、どこだっけな、いや、アーカイブにいるの見た。
で、そアーカイブ近くかな。で、その後、ゲンさんと一緒にアーカイブで助け合って、ゲンさんはボタン、エレジはまだアーカイブ終わってなかったって感じです。で、夏目は電気室まで行ってるって感じです。電気室で夏目先生見てます。はい。あとピンクの人もいました。昨夜さんからの情報。はい、僕は、1回目の停電直そうとした瞬間直ったので、そのまま、ゲンさん、そこから貨物、右下電気室から通ってメインホールでゲンさんと合流してそのままボタンを押しに行こうとしたらゲンさんと一緒に帯同して押した感じですかね。そうですね、貨物室の停電は昨夜さんに直していただいた感じですか。いや、貨物室の停電僕が直しました。アルマが直しました。アルマさんの方がいいなと思いました。そうですね、あ、最後の停電はアルマが直しました。あ、1回、2回やったと思うんですよね。あ、1回目僕です。直したの。あ、間違えたんだ。2回目が配電盤前に酒屋さんがおられたの。配電盤ついた瞬間にちょっと直りました。僕は。了解です。はい。1回目でも誰か直そうとしてたと思う。多分右のあのボタンがなんかダブったから。結局オラフさんはどこで死んでるよ、うん、ね。アーカイブの後見失ってて、でシャワー室、シャワー室メインホールあたりか、ラウンジかもう一つあたりかのどっちかの宅なんですけど、じゃあラウンジの方は多分な、僕がトイレでタスクをやって終わったくらいにレポートなんで、トイレまでは来てないです。まあラウンジはちょっと見れてないですけど。ラウンジの右側ね。で、あの、はい、オラフさん見失ったのは1回目の停電が明けたちょい後ぐらいなんで、だいぶ時間はあります、あの僕の最終目的。ああ、そう。じゃあもうどこに行くか分かんない。ゲンさんは、後の方から抜けていったので、シャワー室側抜けていったので、酒屋さんだっけ、誰でしょ、はいはい、だったの。とあのメインホールで合流したっていうの話は合ってます。一応流れ的に合ってます。なんか分かんないあの場所とかあったらすぐ聞いてくださいね。経験数結構差が開き始めてると思うんで。うん、はい、はい。リアクターの右とかは誰も見てないか。リアクターなんか絶対無理な方だけでも。あ、じゃあ後でボタン押します。はい。お願いします。朝刈さん移動早いなって思っちゃったけどな。直していくか。吹き粉だったもんね。シュッ。んーシュッ。ガチャ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 。タンちゃん可愛いね。ありがとうございます。はい、ですね、多分トゥーンさんは無理かなと思ってて、キッチンに最初一緒にいたのトゥーンさんと僕で左にいて、うん、で僕電気1回目直したの僕で、トゥーンさんその後もキッチンと展望デッキ行ったり来たりしてましたね多分。いや展望デッキ行ってないですね。キッチン、あ、展望デッキ一瞬覗い、そう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 、まあ、覗いて、でその後バーバーあー、キッチン武器庫ですね。そうで、左下に僕目線もマシャカリさん無理かなって。で武器庫、その後僕が武器庫エンジンルームって行った時に武器庫の扉の前でセンターさんと多分すれ違ったかな。はい。あ、そう。そう、ごめんなさい、ちょっと情報出したいんですけど、僕初手メインからエレクトリカでタスク2個やった後にその貨物室の方で程度直しに行ってるんですけど、その時バイタルついでに見たんですね。死んでる。はい。その時生きてたんで。1回目でしたっけそれ。2回目の停電の前なんで、まあ20秒くらい前まで生きてたのかなって感じ。何秒かちょっと出せないですけど、20、ちょっと、あ、時計がないな、顔に。20、まあ20秒くらいまで生きてた、20秒くらい前に死んでるかな。ちょっと体感ですけど。はい、その情報込みだと、ゲンさん、酒屋さん、お互い無理って言えますか、うん、そうですね。多分僕はゲンさん無理かなと思いますね。あ、で、最終目撃 LG なんで、だと思うので、LG 目線で一応怪しみな方を言うと、ゲンさんは最初、さっきありそうだとちょっと思ったけど、なしになって、一応右側にいたアルマさんが一応やってる可能性あるかなっていうのと、あと、他に右にいる人がいたらぐらいですかね。あの、マシャカリさんが直したのは展望デッキで直したっていう認識で間違いないですか？ 1 回目はそうです。はい。で、その時マシャカリさんと会って最後、トゥンさんと、通信室の前で、コミュニケーションの前で会ってるので、僕が左半分にいたことは、二人が間接的に証明してくれるかなと思います。うん、じゃあ僕してはトゥンさん、センターさん無理だけど、多分センターさん、トゥンさんは僕、多分その後エンジンルーム、寄宿舎前通路、昇降機って言ってるから、二人からは僕結構できないことはないと思う。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。僕、黒塗りされたからとかじゃなくて、シンプルにエリジさんを一番疑ってるのと、あと、夏目先生は多分間にいるから無理です。僕とメインホールの人たちで。うん、
あとはボーンさんの場所が、そうワズボーンさんの位置が出てないです。僕はですね、最初がエンジンルームから始まってそのまま上ぐるぐるしてました。上の方から多分上がってたと思います、はい、ちょっと初めてなんで、あんま言わない方がいいと思うんですけど、変なこと言っちゃったらどう。なんかちょっとサクサク進みすぎて大丈夫かな。ちょっと置いてけぼりになってないかちょっと心配する。白白ピンク、もうちょっとボーンさんの話を、あとちょっとあのサクサク進みすぎてるので、ちょっともうちょっとこう ゆっくり話してもらえると、はい、はい、場所とかも多分覚えていらっしゃらない方もいらっしゃるんで、はいはいはい、あ僕ですよね、はい、エンジンルームに多分最初なんかまず多分いなかったんですよ僕は。なんか最初選べるじゃないですか3つ、はい、でエンジンルームにして、そっから上に、これ上行きますよね確か、はい、上ですよね、で、はい、上行ってそのままずっと右回りでずっと多分、昇降機、アーカイブ、ラウンジ、貨物室ぐらいでしたよね。あ、結構で、なんかそのタスク あるところを少しずつこう、でもなんかそのマップを覚えながらみたいな感じで動いてた、うんうん、あ自分がちょっと思ったことなんですけど、今のワズボさんの発言だったら、ラウンジまで行くっていう発言をしないでいいと思うんですよね。あの右側で死んでるんじゃないかって皆さん思ってるのだから、まあ、確かに容疑者地入りますから、ね、うんうん、通ったアリバイを自ら崩しに行ってるから、なんかやってないんじゃないかなと思います、うん、あ、現です。ちなみにワズボンさんはその経路でどなたかとお会いしましたか。そう、それが気になる。いや、誰とも会ってないんですよ。そう、僕も見てないんですよ。1回目の後ぐらいに LG とゲンさんがアーカイブでわちゃわちゃタスクをしてたので、多分そこで結構すれ違ってもおかしくないから、もうその時点で過ぎてたか、もしくは手前にいたか。あれなんですね、なんか結構多分は遅いんですよね、あの動き出しが、うんうん、あの最初のあの3つのとこでマップ見ながらで選んじゃって、うん、最初のスタートがちょっと遅れちゃったんで、もしかして、じゃあごめんなさい、質問変えるんですけど、最終どこに着いたくらいで終わりました。最終はちょっとなんか入り組んだところだったんですけど、天気図かな、どこだろう、ラウンジなんかどこですかね、通り方が分からなくて終わっちゃって、あ、電気室っぽい気がする、すごい、シャワー室かな、シャワー室かもしかしたら、まあまあその辺ですかね。本棚から下に行ったかどうかとかって覚えてますか、はい、どこですか、本棚アーカイブ本棚のところから下に行ったかどうかとかって覚えてる。あ、まあ下行ったと思います。あ、じゃあシャワー室ですね。なら、あ、すいません、なんかごめんなさい、いえいえ、これちょっと LG さんが入れてんのかな、僕が入れてます。俺センターさんなんだ。ダイヤダイヤ赤緑、この色がね、色弱の方にも配慮してないですね。ダイヤ赤緑、足速いな。ピンクオレンジ黄色、足速くない方がいいと思うけどな、個人的には。トムとジェリー、うまい。ダイヤダイヤ、発見も速くなっちゃうからな、多分スケルドの120秒の等速が同じ設定が多分一番いいと思うけどな。どっちかに配慮したらどっちかに不利益が生じちゃうから、初心者向けの設定とかも結局ないんですよね。
あ、出た。ピンコレンジャーを。はい。お疲れ様です。うわ。お疲れ様です。3秒前です。生きてたか、さっきまで。3秒前です。ワズボンさんと一緒に多分バイタル見せた。あ、見てました。3秒前今見たら。僕、情報出せるわ。4秒ぐらい前にラウンジのトイレでずっと一緒に遊んでた。え、4秒前か3秒前、まあ分かんないけど。マシャカリさんちなみに今診察室を左に揃いすぎて聞きましたよ、LG 目線。うん、いや、そうそう、だから僕ほんと直近までラウンジ貨物室すぐ行って、だからトゥーンさん本当にすぐ前に別れてた段階で死んでる。3秒でラウンジから診察室の左まで来たってことですか。まあ5秒、5秒とかじゃないですか。まあまあごめんなさい、うん、まあまあ直近みたいな、ね、そこよりも体内時計って小説あるからね。あ、了解了解です。場所いいですか、まあ、はい、もしアーカイブのカメラが見えるとこの下なんですね。じゃあマシャカリさん無理か。で、僕ラウンジのなんだっけ、なんだっけ、あのトイレですかね、ポキポ終わった後にアーカイブ行った時に死体が転がってたんです。いましたよね、トゥーンさん直前ね。直前というか、昨夜さんとトゥーンさん結構一緒に停電直したり、はい、灯台にいたんで絶対無理です。かまつしの停電直したのが僕ですか、ね、無理そうな、5秒以内無理そうな方から出しますか。はい、じゃあ夏目が出していきます。さっき言ったアルマも無理で、ついでにゲンさんも無理だと思います。はい、エンジンルームでクロスしました。はい、間違いないです。ワズボンさんと AG は二郎ではない限りお互いに無理だと証明できると思います、うん、一緒に見てました、はい、一緒に見てました。ありがとうございます。センタンさんは、僕は一応可能な位置かな。アーカイブからシャワー室行って、シャワー室タスク、メインホール、エレクトリカル行って、いや無理か、エレクトリカルのあのマシャカリさんがバイタルの方から左に来るのを見てピンポンってなってるんで。え、じゃあもうベントも無理だから無理です。アルマさんは、え、だから僕は無理です。聞いた、ごめんなさい、ごめんなさい。いやいやいや、もう一回、もう一回行った方がいいと思う、多分。ごめんなさい、お願いします。夏目アルマゲンが左で。あ、じゃあ、お願いします。はい。はい、はい、ね、じゃあ、ごめんなさい、失礼しました。いやいや、全然大丈夫。いや、大丈夫です。で、マシャさんは多分そこまでたどり着けないですよね、そのバイタル的に。まあ、そうですね、無理ですね、本当に。使うくらいしかない。アーカイブ下だったら無理です。うん、いや、マシャカリセンターがない限りはないと思うよ。ですよね。初日も一応右側初動だったんで、昨夜さん釣りで僕はいいかなと思います。あ、なるほど。おー、マジか。あー、スキップしてもうた。まあ確かに、どうよかったか。もうちょっと話してもいいかな、ね、まあ、できる人がいれば、うん、そうですね、お願いします。ピンクーショ、もうボタン押しちゃったからな。直せなかった。ありがとうございます。はい、酒屋さんに多分時間あげた方がいいと思ってて、うん、はい、酒屋さん目線でなんか取りたい情報とか。僕目線もでも本当に、多分貨物室で僕とトゥーンさんと多分マシャカリさんかなが多分いたのを覚えてて、で停電直った後にラウンジで僕がちょっとタスクをやって、その後に、アーカイブ向かって飛び出し前で開けた瞬間に死体が転がった感じなので。まあ、他の人のなんか可能性がなかったのであれば、あ、僕はでもまあ釈迦さんが他の人に拾だったらちょっと分かんないですね。いや僕ね、昨夜さん貨物室ですれ違ったって言ってくれたんですけど、僕昨夜さん見えてないんですよ、暗かったんで。開けた瞬間にマジで、はい、あ、ごめんなさい、じゃあ貨物室いましたよね。まあ、貨物室はいました。弁当も一応ありますね、アーカイブ貨物の。いや、3秒できるかな、マシャカリさん。他の位置わかんないんで、僕はそこだけしか出せないですね。僕結構昨夜さんだと思ってますね。他の人はもう絶対的に無理だったら、うん、まあその先端マシャカリを追うんだったらあれですけど、マシャカリさんも可能だと思ってますよ、うん、僕は初的、あ、まあ初的は無理だけど先端さん、うん、今回できれば無理だと思ってる先端さん。また初日がグレイチの僕が3秒前って言ってるからっていうのもありですよね、多分センターさんを含めてる。でもそれってワズボンさんも一緒に見てる。はい、ワズボンさんとセットだったから、まあ、一緒に見てます。2人でっていう話を聞いたのでその情報を知りに行って、うん、あ、でもなんかあんまセルフするなんなんですかね。だから結構ずっと一緒にいたんで、昨夜さんと初期からずっとトゥンさんと一緒にいたん でそこでわざわざアーカイブで殺してわざわざセルフするのは確かにちょっと何なんだろうって。昨夜さん視点は誰がやったと思います？
え、僕視点皆さんの話がよく分かってなくて、やっぱマシャカリさんが弁当で飛んでやったぐらいしかできないかなと思ってるので、まあ、候補者が2人しかいなかったら僕とマシャカリさんローラーでも1人釣れるのかなと思うんですけど、他の人の可能性がないなら他になさそうなローラーかな。一応ケアするんだったらエレジーバズボーンさんのどっちかってことですか。あ、二郎ケアですか。二人っていう。でも、マシャカリさん多分ね、エレジーとワズボーンさんがあのバイタルの前にいるの見てると思うんですよね、場所的に。いや、違います。そこを、バイタルの前にいるとかっていうよりは、例えばエレクトリカルとかで切っていて、で、3秒前ですとかなんか、そういう嘘をつい。あ、違うわ。でも、バイタルの情報を移送するって意味ね。バイタルの時代。でも、下道アーカイブって酒屋さんが言ってますよね。それだと三郎になっちゃうと思うんですけど。死体のアカウント酒屋さんに入れたんですけど、そうですか、うん、すれ違ってますそうか、すまないならいいのかなみたいな感じ。きたきたきた、一番好きなやつ、ブワーグッドグッドグッドエクセレント、やべ、苦手すぎる、やばい、パーフェクト、プリプリして、急いでエンジンの方行くか。次やな、電気室やるのは。ミーティング行くか。お、押した。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。一応さっきの、まあ、ローラーかしないかみたいなのは結局決まってなかったと思うので、僕視点はその他にいないなら咲夜さんかもしれないと思ってんだけど、ただ咲夜センターさんの言う通り、咲夜さんがそうずっとトゥーンさんと一緒にいて殺してセルフする意味って何と思っちゃうから、例えばエレディさんカボンさんがそのキールしてベントで来てバイタルで集まって、マシカリさんがそこを通ってみたいなストーリーは考えられますね。マシカリさんです。僕視点はシンプルな思考ですけど、シンプル、あの、人探すなんかゆとりがないから、とりあえず最初に見つけた人追いかけて殺したっていうのは全然あるかなと思います。あと僕でも結構、はい、あ、ごめんなさい、あとこれもシンプルな思考なんですけど、じゃあ例えば咲夜さんとマシャカリさんが両城だった場合のインポスター位置が見当たらないっていう話になってきませんか。そうなんだよ。その LG ワズボーンでその時間偽装したっていう話になる場合って、あの第三郎が現れる必要があると思うんですけど、死体がアーカイブってなると、それはまずそのお互い白証明できてるんですか、そもそもエレジーさんとボーンさんは。先にどっちが見せたのか気になるなと思って。エレジーさんです。エレジー見てる、ワズボーンさん来るまで全然死体ない、ワズボーンさん見て多分死体ないの確認してる、その後死体がなってあってなって行こうとしたら、マシャカリさんが消毒した、終わりって感じですね。あ、じゃあさんとワズボーンさんが、うん、画面見てる時だから、うん、じゃあ分かりました。じゃあ咲夜さんとマシャカリのローラーでいいです。今日咲夜さんボタン押してるんで、咲夜さんから釣った後僕ボタン押すんで僕釣ってください。そうです。他のマシャカリさん押した、押したでしょ。僕押したっけ。マシャカリさん自分押しますって2回目押さなかった。あ、確かにそんな。投票、あ、押したわ。じゃあ、あ、そうですね。投票します。じゃあ僕からでもいいです。全然ローラーだったら。じゃあ僕は投票にします。どうしますか。ファンブル回避。ローラーで OK です。ボタン残数がちょっと心配な。これ誰もスキップ入れてないですよね。ちょっとまだ待ってください、アルマさん。あ、待ちます。無投票でお願いします。でもなー、まあ、殺す人がいなかったっていうシンプルな思考はわかるんですけど、レポートまでそうするのが、うん、するか、確かにするかっていうのはちょっと思いました。ちょっとトゥーンさんをやっちゃって、サクヤさん反省してとか。仮のボタンプとか、いや間違えて押しちゃったみたいな感じですか。あ、本当の無投票になる。あ、投票操作されてるな。だるまさん白、白だな。だるまさん白いな。わ、最悪だ。すごいな、表読みで押せないからな。7。もっと効率よくやる方法あんのかな。あとこれ保存されんのかな、1とかまでやって2、1、2。これなら咲夜、こうなるんだったら咲夜さんを回しておくべきですね。ちょい力
ございます。これインスタうまいな。これで、確実に2人、マシャカリさんとサグヤさんに、インポスターがいるのが確定となって、さらに、エディジーさんとボーさんの白目が上がり、っていう話にもなってきます、ね。てか、これ、さっき、これ言うと疑われるかもしれないですけど、僕さっき間違えてスキッピー、おっしゃってたんで、ちょっとボタップで、そこからって言ってください。今の夏目先生の推理が無に返りましたけど、今の。はい。はい、夏目先生ごめんなさい。僕、ごめんなさい。ごタップしてました。すいません。アルマ、タスク終わったんで、もうリアクター貼り付きます。ヌーンがある方に貼り付きます。で、リアクターも一人でします。あ、了解です。いっぱいあります。すいません。あ、ね、どっちに入れるか、じゃあ、一応決め打ちした方がいいですか、また操作される。もうなんか、そうですね。決めた方がいい。あ、僕はマシャさんに入れました。僕はマシャさんに入れました。マシャさんの方が多い。僕も。じゃあ、僕、自投票しますね。ガチでリア強みたいなことしちゃった。ごめんなさい。あれさっきのってどっちに入れるって話だったんですか。いや、先生さん、僕が無投票にすることによって奇数になるんで、4、3で絶対そう割れないようにしたんですけど。で、一人おバカちゃんが間違えてスキップだ。いや、マシャカリさんの夏目さんが天才的な推理したと思ったら、あ、ごめんなさいって水を差しちゃったっていう。はい。いろいろやっちまったっていう。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません。最低一郎いるって思いましたもん、夏目先生と同じで。ただボタンがちょっとやばいんですよね。そうなんですよ、ね、ボタンだいぶ使っちゃってるから。まあでもマシャさん、サクヤさんまでロラするボタンはあるので、うん、その後タスクで頑張ったら大体勝てる気がします、うん、頑張ります、うん、いや俺疑われ位置にいるからな、怖いんだよな。めっちゃ恥ずかしかった。インポスターうまいなって言い出したから、あ、俺ボタップしたんだけどなと思って自分がインポスターってことですか。いや、違う、何を言っとんねん。なんか今日めっちゃ噛みついてくるの、どうしたんですか。いやいや、そんなことない。どの道さ、どの道レジさんとボンさんは白目が上がってると思ってますよ。その死んだタイミングが同じだから。あ、さっきのは、うん、そう、そのタイミング見たらやばいと思って殺すんじゃないかなと思う、うん、レジさんがクルメイとボンさんがインポスターだったらレジさん殺す。まあ逆もしかりです。それは微妙だと思いますけどね。まあ、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 それは別に失敗することもあるし、勇気が出なかったとかもあるし、まあ、まあ確かに、まあ、若干の推理として、まあでも確かに話は分かります。自分の中にガチでお土産キルあると思うんで、本当気をつけて、マジで。はい、ボタン持ちのことはじゃあミーティングにしていただいて、ここもボタンないでお願いします。みんなあったっけ、ボタン変ないっす。やべ、もっと近いとこあったかな。やべやべ、電気室やんないとこれやばい。ちょっとごめん、ここはちょっとやらせて。インポスターは電気室まで来ないという読み。4444。あの、一応表示されてるの、前表示されてなかったかな。6やんけ。もう階段のとこは6、7、セキュリティボタンを押してくれない。インポスターが持ってんのかな。ボタンないよね。ノーラーされに来ました。タクヤさんを取りましょう。はい、でも、はい、まあ、停電は今直しました。直してヌーン使ってミーティングでゲンさんとナスベさんと合意しました。以上です。これって停電ってこれ3箇所あるんですか。あ、そうです。3箇所。で、ま、1箇所直せば。そうそうそう、ごめんなさい。で、同期してて、誰かがどっかで妨害したらそれも反映されます。他のところにも。あ、そうなんです。で、わかりました。展望デッキと、昇降機と貨物室にあります。あの、マップよく見たら多分四角いマークがついてると思います。うんうん、わかりました。ありがとうございます。すいません、説明が。いや、全然、はい、大丈夫です。すごく頑張って。
ってください。で、竹谷さんに入れていいんですよね、これ。そうですね、ノーラー助けてお願いします。生きるか。あれ、これ、もう一人は探さなくて大丈夫なんですか？いやー、探しようがないっていうのが今のこの。あ、そうなんですね。アルマさんとテレジさん。押しました。さっきのボタンってナスメですよ。ホーンさんだけが押してないはず。ん、何がですか？ボタンです。あ、そういうことですね。ホーンさん、次30秒弱ぐらいでミーティングで押していただけますか？はい、あ、わかりました。はい。じゃあ、タスク、頑張ってください。テレジさんとアルマさん見たかった。アルマさんですよね。私はアルマさんの死体をアーカイブで発見です。で、その直前に昨夜さんの、右リアクターで停電直してる昨夜さんをお見かけしてますが、そうですね。1回目 の, あの停電直してるのは私で、で、あの、展望デッキから直したんですよね。なんで、その時めちゃめちゃ邪魔されたので、まあ、多分昨夜さんが邪魔してたんじゃないかなっていう感じ。いや、そんなことはちょっとしかしませんでした。してましたね。はい。夏目先生、最後ミーティングの方にいましたね。カメラ。はい、そうです。カメラで見ました。レジさん見ましたっけ？だっかな。レジさん見てないな。左側でちょろちょろって見えた気がしたんですけど。夏目が今、信用できるのはちょっと、仙人のゲンさんだけかなと思った。正直なところ。はい。これ理由言っちゃうと原産が白くなっちゃうので言わないんですけど、私を黒くしておいた方がいいってことですね。まあそれはそうじゃない。まあ次の会議まで生きてることを祈ってます。あ、違った。そっか、ミーティングやった方がいいのか。でもこれ門番されないかな。さん、いや、タスク終われるかな、これ。これ今13とかにしといた方が良かったのかな。投票の時に追放すべきだったな。まだ救わってないのかな。金さん、こっち死んでないかな。ボーンさんぐらいだよね、多分。あぶねえ。ゲンさん。あぶねえ。ああ、ゲンさん、マジで。すいません。めっちゃ探してました。右側で死んで座ったから。どうしたらいいんですか、俺は。と、はい。下位置。下位置は、昇降機の右側、あのリアクターの右側直すところの階段下です。本当に直すところ。で、夏目先生が左側を直してたので、おそらく源さんが右側にいるだろうと。それまで一緒に言いました。ミーティングまで一緒にいて、一緒に行動してて、その後降りたら夏目先生が左側やってたんで、多分源さんはそれを見て右側を直しに行ったんだろうなと思って、とりあえず入れ合ってほしいかな。俺もあれ、なんかずアーカイブのカードスキャンめっちゃミスっちゃって、ちょっとこれ俺黒くやばいと思って、で出てから源さんが直してくれたとこまであってます。ごめんなさい、とりあえず入れ合ってください。センターさんとワズボンさんの戦いだと思います。先端視点で夏目の白は取れると思うから。はい、白取れるっけ。昇降機で分かれた後に夏目はエンジンルームで左側にいてます。先端さんが、夏目より先導しているからってなった場合、夏目は先端の前を行かないと減産をキルできないことになります。ついでに言うと夏目は昇降機の左側に落ちているので大丈夫です。大丈夫か。
でやってください。その前にとかも、その前だったら昇降機ベントで殺してっていう感じなんですけど、まあ厳しいかさすがに。だった場合ワズボンさんが死体を見てる。あれ、俺はもう先端戦に入れちゃっていいんですよね。うん、大丈夫。わかりました。はい、全然わかんないんですけど。一応ね、もうほぼ 99.9% ボンさんだと思ってますけど。大丈夫。いや、あ、そうですね。まあ一つだけ言うんだったら、バズボンさんのボタン押しが遅かったっていうのが一つの要素。はい、そうね。あと僕レポートする必要ないです、ここで。いや、間違ってたらガチです。まん、え？え？わーやったー、ナイス発見っすね。いやー、熱い発見、ナイス判断です。いやー、あの発見なかったらやばかったっすね。ボーンさん、キルクル溜まってました？あと5秒ぐらいです。あー、間に合わなかった。俺もミーティングに誰か来てくれるのかけたんですよ。いや、あれ2人ともそうボタン使ってるんですよね、先端さんと夏目先生。いや、そう、なんかあのゲンさんが僕にあの押してって言ってたので、はい、なんかワンチャン俺がいるっていうのを見に来ないかなって願ってたんで、はいはい、あれだから私切ったところで多分坊さんが押さないことを皆さん不審があるので、多分いずれミーティングのお肉は見つかっちゃうかもしれないけどね。まあ確かにそうですね。あれ、トゥンさん殺したのってサグヤさん。あ、そうです。そうです。あ、じゃあセルフか。なんか両方とも白かったからな。すごいな。そこでセルフする意味ないから、ちょっと逆に白く見られるかなと思ったら。いや、ごめんなさい、なんか、うん、初心者だからみたいな動きになっちゃって、ちょっと申し訳ない。あ、いやいや、全然全然。全然わかんない、ね。まあ、実際にね。言ってもらわないとちょっとあの分かんなかった部分もあるので。そう、あのなら発想も全然わかんないんで、ね、どうしたらいいんだろうと思って、あんま喋れてなくて申し訳ないです。あ、先天が強かったっす。ワズボンさん、多分、はい、ちょっと新マップってこともあって、多分みんなタスクわかってないんで安心してください。あ、そうなんですね。わかる。はい。それ全くわかんないんで。これ3日目だけど、今日やっと給油のタスクがあることを知りました、これ。俺もさっき知りました。え、給油あんのここみたいな。給油は、貨物室で組んでエンジンルームに入れるっていうタスクがありますね。懐かしく感じます。しかもタスク終わった後にエンジンルームにまた来いって言われて、ふざけんなよ。終わってんの。逆にね、それなのにキルこんな重ねれるのほんとすごいよね。いや、ほんと、なんかマジでやられた時、うん、へーってなりました、ほんとに。マジかみたいな感じでした。LG さんの、LG さんの死体、金庫室のなんかオブジェの上にちょうどお肉重なってて。そうそうそう。神々しかった。惜しかったな。惜しかったですね。いや、5人まで行ったらすごかったですね。僕の、ああ、そしてボタン。間に合わなかったかもしれないですよね。はい、助かる。ああ、そうか、タスクもあんのか。ボタン押して伝え消してとかも、まあ、一応。いや、ですよね。いやかな。けどまあ難しいと思いますよ。普通はキリ狙い4人なんで、キリ狙いに行くって感じだと。もう一人やった方がいいかなって。ボタン誰も押せなかったが、多分一番良かったのは、うん、ゲンさんの死体を門番するみたいな。ああ、確かに、うん、発見しに来る人を待って。いや、確かに。いや、そうするな。いや、でも一戦目からね、そう、すごいすごい、ね、いい試合だね。昨夜さんに冷え冷えした同票で、結構なんかボタン使わせられたんでいけるかなって思ったんですけど、44から26びっくりしましたよ。なんか26からの、ちょっとよかったかな、申し訳ない、よくないみたいな感じなんだ。いやー、ナイスゲームでしたね。いやー、うまかったゲームです。難しい、すげえ疲れたりました。まあ、夏目もね、正直ね、自分が白いっていう要素はなかったんだけど、まあ、とりあえずいつにしようって思って。うん、そうですよね。なんか別に夏目先生そんな何当たり前のように俺が決めるみたいなこと言っちゃってんの面白いと思って、逆に怖くなって、まあ白かったけど。とりあえず夏目いつになったか。